ピは大韓民国の歌手、俳優。本名はテイサトシ。妻は女優のキムテヒ。ピとは朝鮮語で雨という意味。しかし、日本語の発音でピと強く発音すると、朝鮮漢字では地の意味になってしまう。日本と韓国以外の国ではレインという名前が通用しているため、2006年に日本での活動時もレインに統一したと表記されることもある。 2007年2月、ベネバダ州の音楽プロダクション、レインコーポレーションが、米国でレインの名称を使わないよう、2月に州裁判所に商標権訴訟を起こした。スター・エムともにワールドツアーを主催した JYP エンターテイメントは、2005年8月24日、アメリカ特許商標庁に、ピノアメリカ活動名、レインを商標登録しようとしたが、すでに登録されている。 他の商標のために帰却。公園にレインの名称を利用できないようにするための使用禁止仮処分申請も出されている。2007年6月にこの仮処分は帰却され、レインという名前を使用可能になる。主に韓国で活動し、日本や中華人民共和国、太陽国、フィリピンなどでも CD を発売してマーケティングに力を注いでいる。また俳優業も行っている。 2005年、タイと日本、中国の MTV アワードでアジア人初のアジアグランドスラムを達成。2010年6月、米国ロサンゼルスで開催された MTV ムービーアワード2010ビッケストバダススタービモンに主演した米映画忍者、アサシンでノミネートされ、韓国人俳優として初めて同賞を受賞した。アジアを中心に各国で ライブ公演も行っている。2010年に横領、背任容疑で取り調べを受け、後、証拠不十分で不起訴処分となった。2011年10月11日、兵役のため大韓民国陸軍に入営。大韓民国陸軍に入隊してから早くも、キムテヒトのラブスキャンダルが明るみに出る。国防省も知るところとなり、公務での出張にもかかわらず、 私的に敵と接触したことは、軍の規律違反に当たるとの認識を公式に発表した。また、軍棒を被らないなど、風紀の乱れが確認された。これらの容疑により、所属大隊で、懲戒委員会が開催されることになった。2013年7月、SBS、現場21のスクープもあり、芸能兵士の制度自体が廃止になる事態となった。 2013年7月10日、除退し、予備役となる。チャリティ活動にも、積極的で、小児癌の子供たちのためのチャリティコンサート、エイズの子供たちを救うためのチャリティ、カンボジアに移動寄贈、新潟県中越地震、新潟県中越沖地震、韓国テアン、などの活動を行っている。 フルアルバムシングルアルバム DVD2002 年2003から2004年2005年2006年2007年2008年2010年2011年2005年2006年2005年2007年2008年2011年2006年,2006年2007年,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 2007年ありがとうございます